はい、こんにちは、たくまんです。サイファークエスト2日目やっていきましょう。では今回のクエストは20151621912191415ということで、はい、この動画の通り暗号解読を行うと、ここにはロンリーラボと書いてありますので、ロンリーラボに向かいましょう。多分ね、バージョン 23.50 のマップ変化紹介動画に出したあの秘密の地下室のことだと思いますので、まずはそちらに向かいましょう。はい、目印としてはこのリブート版ですね。リブート版の目の前、リブート版のね、向かって目の前のこのコンテナに入ると、雪山に通じている隠し部屋、隠し地下室がありますので、皆さんここに入ってください。この鎌倉のね、入り口がコンテナによって隠されていますので、さあそこの地下室に入ると、なんだなんだなんだ、これパソコンめっちゃいっぱいあるんだけど、行きますか。平和を維持することがほぼ不可能となってしまった。だってやば。え、今日これで終わり？まあやっぱりシーズン2へと続くなんかストーリー的なものになってるみたいですね。毎日一言ずつね、 X が喋って、それがシーズン2のストーリーに続くみたいです。ということで残りのクエストはね、ファルコンスカウトで標的をマークする3回ということで、ファルコンスカウトを探しに行くんですけど、ファルコンスカウト遠いね。こっちか、こっち、オースバウンドの宝箱こっちにしかありませんので、ちょっとこの辺に向かいましょうか。一応今回のアップデートでね、オースバウンドの宝箱の出現率が70% から 100% に変わりましたので、結構オースバウンド系のアイテム見つけやすくなってるんじゃないかなと思います。 OK、 この辺にオースバウンドの宝箱が大量にあるんですよ。知ってましたか皆さん。ここです。さあ出ろファルコン。にゃー、出ない。よいしょ、出ない。はい、このね、ちょうど雪と、オースバウンド地帯の中間地点のね、この3箇所、ここにね、オースバウンドの宝箱が3つ固まってますので、結構この場所おすすめです。まあもちろんね、この辺とかに大量にオースバウンドの宝箱ありますので、この辺で探してもいいんですけど、お、ありました、ありました、ファルコンスカウトさん。さあではでは、このファルコンスカウトを使って、いたいた、1人マークした。これ同じ人でいいのかな。あ、同じ人でいいわ、ラッキー。もう一丁。オッケー、これでこのクエストクリアです。こんな風に、まあ、敵の近くに行ってボタンを押してピーンとして敵をね、見つければクリアとなります。はい、同じ人に3回使えるので結構簡単にクリアできると思います。そしたらもうクリアですね。じゃあ明日もね、また最速で暗号を解いてクリアしますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。高評価とクリエイターサポートもよろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。